サニマロ、カサニマロ。二人組教育系 YouTuber、カサニマロ。せーの、カサニマロ。どうも、カサニマロリケタとベトと。どうも、カサニマロ文系担当、ふきのとうです。はい、ということで今日はですね、直前期 NG 行動ということで、もうなんかこんな動画ばっかも教育系 YouTuber 溢れ上がって、こいつらほんまにしょうもない動画出し上がってっていうふうに思ってるかもしれないですけど、まあ本当に NG 行動を喋るだけの動画というふうになっております。けどカサニマロはトリッキーなって言ったらあれやけども、みんなが意外と知らなかったってことばっかり言いたいっていうか言うつもりなので、ぜひともね、最初から最後までね、そこは聞いてもらえると嬉しいです。はい。1.5 倍速とかで聞いていただければと思います。それじゃあやってまいりましょう。受験期の NG 行動ということで5個ね、紹介してまいりたいと思います。まず、丸1番、カサニマロを登録してないのは NG ということで、もうこんな有益なね、モチベーションが自動的に上がるチャンネルの登録してないのは NG ということで、丸2番いきましょう。インプットのみに偏るっていうことですね。これね、結構ね、ダメなんですよ。で、インプットのみに偏っちゃう原因、これね、皆さん知ってますでしょうか？完璧主義なわけでございますよ。やっぱ、できないことを証明したくないのが人間の本能なんですね。できないことを証明したくないのが人間の本能なんです。インプット重視の勉強をしてると、できないことって証明されないですよね。だってアウトプットをしてこそ、あ、できなかったんだっていうのが、こう、目で見てわかるようになるので、インプットだけだとこれが防げるんですよ。ですけど、そうじゃなくて、アウトプットもね、やりましょうということでございます。で、丸3番。ちょっと被っちゃうんですけど、アウトプットのみに偏ると。こっちもね、良くないんです。で、これの原因ね、皆さん知ってるでしょうか？アウトプットのみに偏っちゃう原因。なんかもう、なんかバランスよくやったらいいっていうのはわかってるんやけど、なんかアウトプットばっかりやっちゃうわっていう人の、原因がですね、これ完璧主義なわけですよ。そう。なんで完璧主義がアウトプットを偏るっていうのを引き起こしてしまうかっていうと、これはね、知らないことがあるっていうのを証明したくなるのが人間の方なんですよ。だからとにかくアウトプットをしておけば、例えば参考書とか読むって、わ、これ知らんかった、これ知らんかったっていう風になったら、まあ、焦っちゃうじゃないですか。だから、アウトプットばっかりやっちゃうっていう。まあ、どっちのパターンもあると思います。科目とか人によって、A さんの数学はアウトプットに寄りすぎてる。B さんの国語はインプットに寄りすぎてるとか、いろいろあるんですけど、そういう偏りがあるんですね。で、これ皆さんですね、炎の中、茨の道、針山の上を歩かなきゃいけないことだってあるんですよ。で、これね、目の前の教材がね、参考書とか問題集がね、できないだろ？知らないだろ？っていう風に精神攻撃仕掛けてきやがるんですよ。でもそういう奴らはもう無視してですね、その敵たちをできないだろ？知らないだろ？とかって言ってくる問題とか知識たちをむさぼり食って吸収していけばいいんです。そしたら、もう炎の熱さとか針山の痛さとは違ってですね、これ精神的なものなんで完全に無視できるんです。完全にシャットダウン。で、とにかく学力が伸びればいいと。それだけなんですよ。うん。まあ、ただ、このインプットのみに偏ったり、アウトプットのみに偏ったりっていう風なのは、やっぱ最後の方やからこそこう守りに入っちゃうわけですよ。これね、よくあることなんです。最後の方やからとかゴールが見えてくるとっていうので守りに入っちゃう。これね、マラソンとか短距離走とか、その陸上競技なんか何でもそうなんですよ。こういうのになっちゃう。で、なので、ゴールが見えた時っていうのはね、これ脳の中で何が起きてるかっていうと、A 点神経群、A に数字の10で神経群は漢字ですね。A 点神経群の活動が弱まっちゃうんです。で、そうすると記憶の効率が弱まったり、興味関心が持てなくなったりだとか、注意が向かなくなったりだとか、っていうことで、記憶とか定着の効率が悪くなっちゃうわけなんですよ。ですから、これね、皆さんね、どれに関してもそうですよ。受験じゃなくてもそうなんですけど、終わりが見えた時はここが俺のマイゾーンとね、唱えるようにしてみてください。それだけで全然違いますからね。今、これ直前期なわけですよ。だから、ここが皆さんのマイゾーンでございます。アウトプットによってるなっていう方は、勇気を持って、インプットもやってみる。インプットによっちゃってるなっていう方は、勇気を持って、恐れずに、アウトプットもやってみるということをね、やっていただければ、要は、伸び伸び勉強しようということでございます。ここでこわばってしまって、守りに入った勉強をしてるとね、言っても伸びません。なので、もう受かんなくていい、不合格でもいい、もうね、この合格点に全然もういかんでもいいから、とにかく、学力が伸びればいいんやろ、みたいな。もうなんならもう来年も受けてやるわ、みたいな気持ちで、もう来年の共通テストの点数上げてやるわ、みたいな気持ちでね、やっていただければ、ゴールっていうのを、あまり意識せずにね、できると思いますので、ポジティブにいきましょうということでございます。はい。じゃあ、不況等からね、3つ紹介していきます。まず1つ目ね、他人と比較しすぎること。はい、これめちゃくちゃ NG です。みんなも無意識にしちゃってると思うね。人間の中の一番楽な考え方って比較やから、すごくみんなね、他人と比較をしてると思います。例えば、佐藤はもう栄養入試受かったわとか、田中はもう指定校で取ったとか、そうやって比べて人を羨んだりとか、なんか憎んだりとかすることあると思うねやんか。あとまあインスタなんて、まさに比較の塊というか、なんかストーリーで人が楽しいなんてやっぱいっぱい出てるやんか。そういうのはもう全部シャットアウトして、もう気にしないっていうのがね、一番大事になってきます。人と比べて何もいいことはないし、例えばちょっと話ずれんねんけども、中学とかだったらさ、内申点必要やから、クラスの周りのみんながライバルになってくるよね。けど、大学受験において、クラスの周りのみんなってのは別にライバルにならないよね。全く関係ない人。ただ、だからみんなで一緒に戦っていくぐらいの、潜入ぐらいのイメージの方がいいです。だから、クラスの周りの狭い周りのみんなと気にするのは無駄です。自分が何ができるかっていうのを考えていくことが大事になっていくんで、他人と比較するのは無意味。自分とのね、勝負になってくるので、全然ね、他人と比較する必要はないので、そこはね、NG っていうことでした。じゃあね、4つ目、睡眠不足です。睡眠不足やっぱこれも良くなくて、レム睡眠の時に記憶の整理と情動調整っていうのがね、行われてるよね。だからもう睡眠のイメージとしては、がっつり増やすぐらいがいいです。つまりみんなさ、5時間睡眠とか6時間睡眠やったら、ちょっと頭
ぼーっとすんなっていうことあると思うねんけども、結構それってみんなが思ってる以上に点数に悪影響をもたらしてて、結構頭がぼーっとして国語とか集中できひんとか、英語の長文読みにくいみたいなこと起こったりします。なのでもう睡眠時間は気持ち長めに取る、取れるんやったらマックス8時間ぐらい全然取っても大丈夫ですね。最低でもやっぱね、受験間際は7時間ぐらいやっぱしっかり確保して、賢い人誰も徹夜なんかしないですけども、7時間以上はやっぱり寝てるので、しっかりこの7死守してね、睡眠時間は取ってほしいなというふうに思います。なんか弁当ある？なんか睡眠について。はい、まあ一応心理学の研究でも、まあ睡眠かな、睡眠に関するまあ学術論文の研究に、論文の研究、わけわからんこと言ってるな、研究においても、バスケットボールの選手に、うん、お前らとにかく10時間寝ろと、もう一生10時間寝とけみたいなのをやると、すぐにそのシュートがこう合格、シュートが合格じゃないわ、何言ってんだ、もう頭おかしいシュートが入る確率とかまあ増えるんですよね。でこれは本当に簡単な話なんですよね。あと2週間で何が伸びるかって言ったら、もうなかなかなんですよ。もうこのまま単調増加、このままの勢いでいったら逆転しにくいっていう人がおるんやったら、ちょっとね変えてみるっていうのもありでございます。まあ新しいこととか習慣の変化、まあ、あんまりやらない方がいいよっていうふうに言われるんですけど、まあそれはね、合格点にもう手が届いてる人はその期待値を安定させるために、まあ新しいことってやらん方がいいと思うんですけど、ブーストをかけたいんやったら、もうここでね思い切って8時間睡眠に切り替えちゃいましょう。でそしたら例えば国語とか数学とか英語、まあ、国数 A やったらもう特に点数向上がね見込めますので、ちょっと騙されたつもりでやってみてください。もうわあどうしようもねーっつって、藁にもすがる思いなんやっていう風になったらですね、8時間睡眠っていうのがその強靭な罠じゃねえな、藁か、藁になってきますからね。はい、ということで丸5番いっちゃいましょう。はい、もう最後ね、もうこれいつも攻めるってますけども、不安とか緊張しても成功率は高まらないよっていう話ですね。まあ、これはもうそのままなんです、この字の通りなんですけども、不安とか緊張、これは受験の今からこう伸びていくもそうだし、本番に対してもなんですけども、あまりにプラスの影響を働かせない感情なんよね。だからもうダメやったらダメでええんやっていう風に思った方が結構ねうまくいくんよ。サニマのカルンバでさ、ダメならダメでいいじゃないか、緊張したって成功しないさってありますけど、まさにこの名の通りなんですね。だからもう肩の力抜いて、もうニコニコで受験楽しもうぐらいの勢いで、あと2週間ねかけていってくれたら、みんなねいい成績になるから、いい結果になるから、運命最善何年かそれ信じてね、ラスト頑張っていってください。応援してます。時もあった、諦めそうな時もあった、でも僕らはまた乗り越えた、知らず知らずに乗り越えてた。人と比べることもあった、上がいて苦しい時もあった、でもあとは運命を待つだけ、未来にバトンを渡すだけ。さあ目を閉じご覧、そこに見えるのは闇ですか、もっと遠くを見てごらん、ほらすぐそこに光の一筋。共に歩んできた家族と友達、過去の一コマ一コマから、雪の粒が君に注がれ、さあ18年間の想いを胸に、ダメならダメでいいじゃないか、緊張したって成功しないさ、ちょっとくらい慣れてかかった方が何事もうまくいくもんなんだ。クソなら クソでいいじゃないか、空を見てごらんよ遠く遠く、成功は成功、失敗は大成功、運命は最善になる、信じるんだ。